皆さんこんにちは、こんばんは。いつもご視聴ありがとうございます。こちらはフクロモモンガのヌナちゃんです。今ですね、モモンガクッキーみたいなおやつをたまたまサンプルでいただいたので揚げたところ、すんごい顔して食べてます。めちゃめちゃ可愛くないですか。本当はね、ASMR とかやりたいんですけど、うち何せここは小動物部屋って、もう回し車の子がいっぱいいるんで、一回でも静かになることがなく、ちょっと食べてる音をうまく拾えないっていうね、感じなんです。もうこの両手で持ってるとことか超可愛いなと思って、急遽動画を回してみました。何そのかわいい。いやー、フクロモモンガさんって沼りますね。何しても可愛いんですよ。ただね、やっぱね、臭いっちゃ臭い。臭腺を出して生きてる生き物なので、掃除を怠ったりとかするとやっぱ臭いんですけど、でもね、それ以上に可愛いところもあるっていう感じです。ヌナちゃんは比較的にすごく慣れてくれているフクロモモンガさんなので、これはね、もともとブリーダーさんが慣らしてくださっていたので、今ね、たまたまポーチの中であげてますけど、手の上で揚げてもこうやって食べてます。ちょっとおやつ大きすぎたかもね。まあいいか、たまになら。そんなにね、毎日おやつをあげてるわけではないので。そう、しかもあんまりわざわざこういう系は買わないんですけど、たまたまね、ちょっとモモンガクッキー砂糖不使用 HPS 入りお試しくださいっていうのをね、グッズを買った時にいただいたので、まあどうせね、あるならあげてみようと。おお、美味しそう。鼻についてる。なのでちょっとあまりにもね、可愛かったので動画を回して見ちゃいました。いかがでしょうか。袋ももんがって可愛くないですか。なんか全てが愛おしいんです。もう食べ終わるかな。その鼻についてるのをどうするかがすごい気になっちゃう。あ、お花も綺麗に食べた。終わった、食べ終わった。なくなっちゃった。なくなりましたね。ということで、本日の動画はフクロモモンガにおやつをあげてみた動画でした。ちょっとね、可愛い癒しの姿をお届けできたかなと思います。本日もご視聴ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。